ビルにとっては、いつもちょっと、こっちから見通して、水間が、この森ビルでしたっけ、なんか、横通って、あの空間に渡って、出たりとか。あ、テスト、ただいまマイクのテスト中、あ、テスト、それじゃあ、始めさせてもらいます。永田町、ご通行中、関西ご通行中の皆様、自民党前、自民党の、自民党の、職員の皆様、議員の皆様、どうもお騒がせしております。私はですね、自民党の、安倍政権の、安保法制の、安保法制賛成ということで、ここでちょっと凱旋をさせてもらいます。私はですね、そのね、まあ、こういうところでね、マイク立てて、スピーカー立てて、日の丸立てて、こういうところで喋るような人間ですけれども、今回ね、もう先週からずっと、今日で5回目ぐらいになるんですけども、先週からですね、この間5回目になるんですけども、先週もやりましたけども、自民党のですね、安倍政権の、安保法制、賛成という意見、賛成の立場で、ここでね、自民党に対して応援の凱旋をさせてもらいますので、よろしくお願いします。私はですね、なぜここでこうやって、毎回言ってるんですけども、ご通行中の、皆さんもいるんで、どれだけ、耳を傾けてくれるのかわからないんですけれども、とりあえずね、一応最初からね、話というかね、ことのね、なぜここでこうやって凱旋をしなきゃいけないかっていうのをね、ちょっと説明させていただきますんで、ちょっとよろしくお願いします。私はですね、ここでね、なぜ安保法制、集団的自衛権行使してね、日本国民と日本国のね、国益と安全を守る、命と安全を守る、そういう政策に対してね、安保法制を、戦争法案とね、置き換えて、反対派の人たちは、この安保法制反対派の人たちは、この安保法制を戦争法案と組み替えてね、日本がね、海外、地球の裏側で戦争する国になる、そしてね、徴兵制が敷かれると、そういうね、法律にも書いてないようなことをデマでね、デマで話を組み替えたり、デマをね、吹聴したりして、今のね、この周りのね、日本のね、この世論というものをね、反対派の人がね、言ってるんですけども、本当はそうじゃないんだよと、日本国と日本人のためのね、平和と安全、シーレーンを守るための、大事な法案なんだということをね、ということで私はね、この安保法制を賛成という立場でここでね、自民党さんの前で、言わせてもらってます。本当はね、こういうことは、個人的にはね、官邸前とかで、本当は言うべきなんでしょうけど、今ね、官邸前とかね、今国会議事堂、議員会館の周りではね、安保法制反対派の人たちがね、本当にバッコしてます。そういう人たちはね、本当にね、私もいろんなところでね、反対派の人たちの意見を聞こうとしてね、話したりするんですけども、話が通じないですよ。もう完全にね、完全にその妄想にとらわれてますね、彼らは。そういう人たちがね、そういう人たちはそういう人たちでね、勝手にね、妄想たくましくしりゃいいんですよ。で、安倍政権は国を守るために粛々と、法整備を整えているだけなんですけども、そういうことがね、分かってない人たち、本当にね、テレビ、そういう政治とかにあまり興味のない人たち、ノンポリ層、いわゆるノンポリ層という人たちが、そういうね、反対派の人たちの妄言に騙されてると思うんですよ。そういうことでね、そういう人たちの、そういう人たちにね、そういう人たちに説明が、ね、するのは本当に大変だと思います。今日もね、朝ツイッターで見てたんですけども、元ね、スピードの歌の歌手のね、スピードのグループの女の子の鈴木さんでしたっけ、鈴木さんという人が一人ね、この戦争法案賛成派の人たちは
何を考えてるんですかみたいなことを言ってたんです。ツイッターでね、ちょっとネットで話題になってたんですけども、本当にね、こういうね、有名人のね、タレントの人たち、本当にこういう人たちは象徴的なものだと思うんですけども、法案のね、中身をね、あまり説明っていうかね、まずとにかく反対派の人たちが、戦争法案だとか、徴兵制とかいう、そういうね、分かりやすいキーワードを使って、そういうね、法のこの安保法制のこの中身をぼやかしてる、組み替えてる、そういうね、全く違うことのように言ってる、そういうことがね、問題ですよね。そういうことで、その今回も今朝ね、ツイッターで見たんですけどもね、元スピードのね、果樹グループのスピードの鈴木さんって人がね、本当にそういう風にね、本当に思い込まされちゃってるっていうのは本当に象徴的なことだと思うんですよ。まあそういうことでね、本当にこういうね、国会議事堂、この永田町周辺でね、ちょっとお騒がせしてるんですけども、国会周辺でね、本当に今、まあお盆が終わったばかりでね、今日はまあ静かだと思うんですけども、本当にね、この6月あたり、5月から6月あたりにかけて、反対派の人たちがね、本当にギャー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 、本当にね、夜中ね、10時ぐらいまでギャーギャー騒いで、本当にね、この周りで働いてる人たち、本当大変だと思います。自民党の人たちもね、あと国会議員の人たちもね、もう去年のね、特定秘密保護法案とかね、そういうこと、反原発とかね、そういう連中がね、ギャーギャー騒いでね、本当に議員会館で仕事もできないようなね、騒音テロをまき散らしてるわけなんですよね、反対派が。まあそういう反対派の声がね、本当に大きくて、本当にそういうね、何も知らないね、普通の一般層の人たちまでが、このね、安保法案はとてもなんか危険な法案じゃないのかと、そういうふうにね、だんだんね、浸透し始めてるっていうのがね、本当に、浸透し始めてると本当にね、怖いことだと思います。これはね、本当にそういう、ね、空気というかね、そういうものを、ね、醸成しているマスコミもね、全くね、法案のね、審議というかね、審議について、ほとんど報道してなくて、戦争法案だとか戦争は怖いですよねとかね、そういうコメンテーターがね、本当にね、当たり障りのないね、中身のないことを言うこと、もう何回も何回も言うことによって、やはりね、普通にテレビを見てるだけの人は、騙されちゃうっていうかね、本当にそういうふうに、思い込んでしまうと思うんですよ。でね、そういうことで、安倍総理もね、ニコニコ生放送とかね、ネット中継で、あとね、参議院の、佐藤正久さんとか、衆議院の小野寺逸典さんとかがね、議員元防衛大臣が、国会やね、こういうネットとかで、ネットや動画とかでやってもね、なかなか浸透しきれてないと。そういうことで、ということでね、本当に苦慮をしていると思うんですけども、まあ、そういう反対派の声がね、この永田町の周りを蹂躙してますので、私たちもね、私たちは基本的に安倍政権をね、応援してますし、安倍総理がやってることはね、この安保法制に関して本当にね、間違ってないと思いますので、そういうことでね、応援とですね、あとこのね、こういう声が、賛成派の声も、ここにはいるぞと、本当にね、私たちは本当に普通に働いている一般市民ですので、本当にね、週に 2回も3回も国会議事堂やね、議員会館の周りに来て、本当に座ってるね、おじいちゃんおばあちゃんみたいな、ああいう年金生活者みたいな、そういう人たちが違い、暇を持て余してきてるようなね、昔のね、そういう安保闘争とかね、全共闘世代とか、そういう人たちがね、本当に主流になってやってるんですけども、私たちもね、若いって言ったらもう30、40代の人の方が多いんですけども、そういう人たちがね、ここで、声を上げることも、ここでね、自民党の前で、もう本当は官邸の前でね、言いたいんですけどもね、官邸の前で、声を上げたりしたいんですけどもね、彼らはね、反対派はね、数に物を言わせて、なかなかね、凱旋させてくれませんので、まあ、ここでこうやってね、自民党の前で、自民党やね、参議院議員会館が見えると、参議院議員会館の間でね、ここでこうやって、週にね、一回だけこうやって、安保法制賛成、安倍政権、応援ということで、ここでこうやってね、応援の声を上げるね、人間がね、少しぐらいいてもいいんじゃないかと、そういう意味も込めて、ここでこうやって凱旋をしております。
そういうことでね、安保法制、私たちね、お盆がね、本当先週は、本当ひどかったですね、先週の参議院議員ですか、共産党のね、小池晃議員がね、自衛隊のね、内部資料を持ち出してね、それで議論が紛糾して、その参議院のその安保法制平和安全委員会が本当にね、流会みたいなもんですけどね、散会してしまったというね、本当にその後ね、本当にまともなね、野党の、次世代の党のね、和田政宗さんのね、質疑を待って、ね、内容のある、質疑応答をね、待ってたんですけどもね、本当にね、共産党のね、小池晃議員はね、どこでどう、そういうね、内部資料を手に入れて、内部資料を手に入れてね、手に入れて、そういうね、内部資料がね、こうやって共産党みたいなね、極左テロ政党に、ね、渡るって本当にね、おかしなことだと思うんですけども、そういうことも含めてね、本当にね、これから情報のね、管理もきっとしてもらいたいなと思うんですけども、そういうことでね、共産党の議員とかね、本当にろくな、安保法制をね、止めちゃうなんてね、その文書によって、その文書の出どころの確認のために止めたと思うんですけれども、そのね、本当にね、中断させるなんてね、本当に彼らはね、あれはほとんど国会のテロだ、国会でのテロ活動だと思いますよ、私は個人的に。だって、おかしいじゃないですか、そう思いませんかね、国会の方で、国会をね、止めちゃうんですから、これから重要なね、安保法制の、時間をね、本当にこれから有意義なね、次世代の党のね、和田政宗議員のね、質問とかがね、待ってる人もたくさんいたんですよ。そういうね、中身のあるね、質疑をね、知りたいね、国民だってたくさんいるんですよ。そういうね、和田政宗議員のようなね、中身のある質疑をする人をね、潰したという意味でね、本当にね、共産党はね、国会テロをね、やってくれたというね、本当にね、私たちは先週ね、呆れました。で、そういうことでそのままね、お盆休みに入って、お盆に入ってしまって、国会の方もね、お盆休みでね、今週の半ばぐらいから始まるんですかね、そういうことでね、本当に、ああいう、本当にどういう、たまりませんよね、ああいうふうに、国会の審議止められたら、本当にね、安保法制のね、重要な質疑もできないし、もう 来週27日でもう60日ルールですか、あ、まだか、まだか、ね、本当にそういうね、質疑をね、止めるっていうのは、彼らの左翼の人間が言ってるね、国会の、その税金を無駄に使うってことですからね、本当に共産党はろくなことしないなって本当に私は思ったんですけどね、国会の審議を止めるような、ね、あれでいてね、本当にドヤ顔でね、ドヤ顔でね、小池晃議員は本当にドヤ顔してたんですけども、ね、そのね、内容がね、文書の内容が、内容もね、何を彼がね、質疑してたかというとね、その自衛隊がね、自衛隊と米軍のその協力関係にあたっての名称ですよね、文書にあるその名称ですよね、名称が軍と軍の間って軍扱いとしてなってたっていうのが彼は気に入らないっていうんで、防衛大臣、中谷防衛大臣をね、いじめてたわけですけども、本当にね、くったらないことでね、本当に文言だけ取り上げてね、結局彼らはね、中身なんてね、審議する気はないということがね、本当に自民党の皆さんはね、安倍政権も分かってると思いますけども、本当に分かったんじゃないですかね、彼らはね、審議なんかする気ないんですよ、単にね、そのどれだけね、安倍政権の死がね、こういうね、むちゃくちゃなことをやってますけど、見せかけて、支持率を落とすね、支持率を落とすだけの作戦に切り替えてるんですよね、こういうことはね、本当に誰もね、マスコミはそこのね、自民党内にも記者室があると思うんですけども、マスコミ全然いませんよね、何が問題なんですかね。で、その文書に至っては、内部資料らしいんですけれども、軍という扱いがね、小池、共産党の小池はね、本当に、小池ってもう呼び捨てにしちゃいますけど、小池はね、気に食わなかったみたいですけども、対外的にはあれですよ、自衛隊は JSDF ですよ、ジャパン、ジャパンセルフディフェンスホースですか、すいません、本当にね、頭悪いんで。
フォースですよ。フォースって軍じゃない、軍っていう意味ですよね。本当に対外的にはもう軍っていうことになって、なってるんですから、今さらね、そのね、彼らはね、本当に自衛隊のその違憲合憲論においてもそうですけども、本当に本当の本質から目をそらし続けてながら、彼らがいるおかげで日本が守られてるということにも目をつぶりながら、結局ね、日本のね、日本のその国益をね、享受しながらね、共産党のくせにですね、その日本のね、民主主義国家の中でのうのうとしておきながらね、共産主義の共産党がのうのうとしておきながら、そういうね、攻めるなんてね、本当にね、矛盾してるというか、本当にね、共産党、日本共産党はね、本当に中国共産党よりも劣るし、まあソ連のね、共産党もなくなっちゃいましたけどね、共産党にも劣るね、本当にね、共産主義のね、下道だとかあれは私は思うんですよ。日本共産党はね、日本においてね、民主主義を享受しておきながら、資本主義を享受しておきながらね、ノーノーとね、共産主義のね、共産党を掲げるなんてね、本当にね、矛盾した政党ですよね。むちゃくちゃな政党です。そういうね、共産党のね、質疑によって有益なね、日本の、国会が、止まってしまったというのは本当にね、悲しいことでありますし、本当にね、残念なことでもありますし、本当にテロ共産党はね、テロ政党だなと私は思いますよ。そういうことでね、まあそういうことで、まあ安倍政権のね、安保法制、頑張ってほしいということで、これからね、また今週からまた、まあ来週、今週、うん、まあ来週かな、来週あたりからまた始まるんですかね、来週の頭あたりから、国会がね、質疑が始まると思いますけどね、こういうね、嫌がらせですよね、本当に対案にも何にもならない、嫌がらせをね、本当に嫌がらせを続けてるね、野党に負けずに、本当にね、もう60日経ったらね、本当にもうどっととね、通してもらいたいですね。本当にね、今の野党、一部のね、野党を除きね、民主党、共産党、民主党はね、民主党にか言っちゃった、社民党とかね、本当にね、彼らはね、レッテルを貼りたいだけですよね。戦争法案とね、国会内でね、テレビ中継でただ連呼したいだけの中身のないね、本当にことを繰り返してますよね。本当にだからもう6人だったらね、ちょっとね、差し戻してね、まあ参議院の方々のね、プライドもあるでしょうけどもね、ぜひともね、ちょっとのね、議決をして、もう法制をね、安保法制をね、通しちゃっていいんじゃないかと私は個人的に思ってますよ。じゃあそういうことでね、本当に、自民党の皆さんはね、ぜひともね、安倍政権、支えてください。ぜひ自民党の職員の皆さん、地方議員の皆さんもね、国会議員の皆さんも、ぜひともね、安倍政権、今やってることは本当にね、間違いじゃないと思いますので、この、先週のですね、つい3日前の、8月14日も、8月14日に、ね、出された安倍談話、本当にね、これは、まあいろんな意見があると思いますけども、本当にね、日本のね、未来のためと、そしてね、今までのね、経緯と、そういうものをね、安倍総理がね、談話として、出したわけですけどもね、そういうことでね、そういうのでね、本当にあの談話はね、まあいろいろ、私たちの間もね、いろいろ物議を醸しております。もっとね、ちゃんと言え、具体的なことを言えとね、本当にね、今のね、日本のね、状況をね、きちっとね、今のね、マスコミ、反日メディア、それでね、反日政党、そういうものに対してね、きちっとね、もっと言うべきじゃないかとかね、そういういろいろな意見があるんですけどもね、本当にね、まあ、おおむねね、一般的な意見としてね、一般的なアンケートとして、支持率がね、5ポイントも上がったとかね、昨日のニュースでありましたけどもね、おおむね好意的に受け止められて、本当に良かったんじゃないかと思います。まあ、私たちからすればね、まあ、いろいろ不満な点もあります。まあ、本当にね、右側の方からすればね、いろいろね、不満な点もあると思いますけども、ね、まあ、とりあえずね、安倍総理がね、どのような考えで、この70年、戦後70年に、おいて、このね、今の、これ、今までの、この日本の歩みと、平和国家としての歩みと、これからのね、本当に日本国民の、本当に日本国民のためを思って、語った談話だと思います。
今までのね、マスコミでね、出てたのは村山さんですか、元社会党の村山さんがね、もう90にもなる、90過ぎてね、まあ、お元気でテレビに出てますけども、テレビに出てもらっててね、いろいろね、その談話の時もね、なんかいろいろね、眉毛がつり上がったり、つり下がったりして、いろいろね、表情が豊かな方でしたけども、本当に、村山談話、そしてね、この談話とかね、そういうね、本当に近隣諸国にね、その近隣諸国っていうのは、中国、韓国、あと北朝鮮、北朝鮮は国交を結んでませんけども、そういうね、おもねったような、ね、談話じゃなくて、本当にね、私たちは本当に良かったと思います。そういうことでね、本当に、そういうね、安倍談話、一応いろいろありますけども、一応ね、一番重要だったのは、やっぱり、私が個人的に思うのは、やっぱり、今までのね、このね、日本が、大東亜戦争、第一次世界大戦から大東亜戦争、第二次世界大戦における、その流れ、その今までの流れについてね、その植民地支配ね、欧米の植民地支配から始まって、日本もね、その帝国主義、植民地を持つ帝国主義に流れに乗るしかなかったと、そういうことでね、日清日露戦争というね、日清日露、新国とロシアというね、二大大国と戦って勝ち、それでね、世界の列強の、仲間入りしてね、そういうふうにね、資源をね、外に求めるしかなかったと、そういうね、苦心を語られてましたね、本当にそういう意味では、そういうね、今まで政治家がね、国際的にもそういうね、語ったということは本当になかったと思います。本当にね、私はその点とね、あと、私たちのね、子供世代がね、これからね、そういう謝罪、そういうね、戦争のね、ことについて、謝罪をね、求められることがないようにというね、そういうね、安倍総理の、強い思いがね、本当に談話には表れてたと思います。この2点がね、私にとっては個人的に、安倍総理のね、この今回の戦後70年の安倍談話というものに対して、本当にこの2点がね、立派なものだったんじゃないかと思います。このね、やはりその裏としては、安倍総理がね、どのような思いで、どのようなね、どのようにもね、受け止められるような、やはり文言で、うまいね、スピーチだなと思ったんですけども、やはりね、私たちがその未来の子どもたちのね、そういう謝罪を求められることがないようにしたいという意味のことをね、安倍総理がおっしゃったのは、やっぱりね、私たちそれでその言葉を聞いて私たちが思うのは、やはり従軍慰安婦ですね、従軍慰安婦の河野洋平が、従軍慰安婦、そのね、従軍慰安婦でね、謝罪をして、賠償、そして村山総理もね、賠償、そういう賠償のね、ことをしたということでね、そういうことをね、相手のってね、韓国、中国、韓国はね、アメリカおよびね、海外において、私たちね、日本人の、子孫、日系のね、子供たちが、迫害に遭ってる、いじめに遭ってるという、そういうね、ことをね、そういうものに対して、やはりそういうものじゃないよという、そういうね、カウンターというかね、そういうものを打ち消すための談話だったんじゃないかと、そういう文言だったんじゃないかと。そういうふうにね、私は思ってます。今ね、本当に中国、韓国によってね、特にアメリカ国内によって本当にね、プロパガンダがね、プロパガンダ戦争が巻き起こってます。ヨーロッパとかにも、欧州とかにも置いても、そういうね、プロパガンダ、日本をね、貶めるためのプロパガンダのね、戦争がね、ある意味戦争といってもいいものが、行われていると思うんですけども、ね、それに対してね、やっぱり民間のね、一般の人たちが、わざわざ欧州に渡って、本当にそういうね、話を打ち消すためにね、いろいろ頑張ってる、人もいるんですけども、やはりね、そういう安倍総理がね、そういうね、メッセージを出してくれたのは、そういう文言を出してくれたのは、談話の中でそういう文言を出してくれたのは、本当にね、強力なメッセージだと、私は思います。そういうことで、本当に今回安倍談話ね、本当いろいろね、もっと検証されるべきところもあると思うんですけどもね、一番ね、やはり自民党の皆様ね、やっぱり分かりやすいのは、今までね、いろんなね、メディアやその村山総理の、ね、側の人、村山総理とかね、彼らの反応を見るのが一番分かりやすいんですよ。彼らがね、苦虫をね、潰したような顔をしていればね、私たちはね、それがね、正解だとね、
正解だと、ね、思うんですよ。やはり、ね、彼らの、ね、思うような弾を出さなかった、彼らが、ね、思うようなね、彼らがニコニコするような、ね、談話を出さなかったというのは、ね、やっぱりそれだけで、ね、でかいんじゃないかと私は思います。そういうことですね、まあ、安倍総理、本当に、ね、先週一生懸命お願いしたんですけどもね、結局靖国神社も、ね、参拝されませんでしたけども、まあ、玉串料の奉納というだけで、ね、なってしまったんですけども、まあ、これはこれで、ね、本当にしょうがないんですけども、まあね、それでもね、本当に今の安倍総理を、ね、支持していかなきゃ本当に今の日本は、潰れてしまいますので、本当にね、今の自民党もね、安倍総理のもとに統一、一丸となっているわけでもありませんし、もし、自民党の中はね、安倍総理のような、ね、保守派の人間はむしろ少数派で、リベラル中道、まあ、中道というか、ね、リベラル派が、やはりね、多数を見てて、やはり今の安倍総理が人気があるから、安倍総理についてるだけっていうのはね、まあ、政治家っていうのはね、一国一地の主ですから、その選挙区においてね、そういうね、自分たちの生き残りのためにね、ついてるという面もあると思うんですよ。そういうのを、ね、見越した上でもね、やはり私たちは、安倍総理を、ね、支持していって、安倍総理を、ね、今の、まあ、今回は、ね、安保法制、まあ、これから、ね、安保法制がもう衆議院を、ね、通過してますから、衆議院の優越の、ね、条件で参議院に、ね、本当にテロ政党、共産党みたいな、ね、連中が、ね、何を言おうが、ね、もう体制は変わらないんですけれども、まあ、これから、ね、本当に経済的な、ね、問題にも経済の、ね、経済にも取り組まないといけないという、ね、状況に、ね、これからの今年の、ね、今年の情勢としては経済的な、ね、ちょっと聞いた話、まあ、ちょっと、ね、耳に入れただけの話なんですけども、まあ、日銀法の改正とか、ね、まあ、いろいろ経済的な、ね、政策に取り組まなきゃいけないと思いますので、ぜひとも、ね、安倍総理も本当に、ね、頑張ってください。本当に、ね、今回は、ね、安保法制、戦争法案じゃない、諜報衛星でもないし戦争法案でもありません。安保法制、日本の、ね、国民、日本国と日本国民の平和と安全を守るための、法案だと私たちは理解しておりますので、ぜひとも自民党の皆様、ね、安倍総理、ぜひとも、ね、支えていただいて、この、ね、平和安全法制、私たちは、ね、賛成しておりますので、ぜひとも、ね、本当にいろんな、ね、人たちがこれから、ね、私たちだけじゃなくて本当に全国で、ね、まあ、反対派の、ね、人たちがもう、ね、いろんなところで、ね、反対運動、反対デモを、ね、繰り広げておりますけどもね、それは本当に、ね、ノイジーマイノリティであり、私たちの、ね、多数のね、サイレントマジョリティが、安倍総理そして、ね、自民党を支持しておりますので、ぜひとも、ね、安倍総理も、頑張ってください。ぜひとも、ね、平和安全法制、集団的自衛権を行使して、みんなで、ね、協調できる国と協調して本当に、ね、暴虐、本当に、ね、無理難題を、ね、やってくる国際秩序を乱そうとする国々を、ね、国々から本当に守っていかなくちゃいけないと思います。そういうことで、ね、ぜひとも、安倍総理、そして、ね、安倍総理頑張ってください。そして、ね、平和安全法制を平和安全法制を、ぜひとも成立させるように、国会議員の皆さんも、そして、ね、地方議員の皆さんも、周りの、ね、地方国会、地方や、ね、その自分の地区の、ね、ぜひとも、ね、まあ、民心を安定させるというか、本当にね、本当にね、日本国民のためにね、そういう説得をね、これは日本国と日本国のためでもあり、そしてね、平和と安全をね、結ぶね、友好的な国々との、絆を深めるための、ね、防衛をするための、そういう法案だということをね、ぜひとも、丹念にね、支持者のね、支持者とかね、選挙民の方に説明してください。よろしくお願いします。ということでね、安倍総理、頑張ってください。平和安全法制、安保法制、ぜひとも成立まで、頑張ってください。とりあえずね、まず時間ありますけど、とりあえず、私の方はとりあえずこの凱旋、私の方はとりあえず、終わりたいと思います。ちょっと、しゃべりすぎたんでね、しゃべり続けたらちょっと休憩しますんでね、ぜひとも、自民党の皆さんもね、本当にね、こうやってわずか少数ですけれども、反対派に比べれば少数ですけれども、わずかでもね、こうやってね、出てくる、安倍総理をね、応援、そしてね、安保法制賛成という人間がここにいるということを、ぜひともね、国会議員の皆様、自民党の皆様に分かっていただきたくお願いしておりますので、よろしくお願いします。すいません、ちょっと連絡が遅れて。いい、大丈夫です。7時から。
パソコンね、放送しようとしたんだけど、カメラの接続が悪くて、できなかった。そうなの。はい、隠して。連絡さん、すごいね。もう30分って、よくずっと喋ってられるってすごいね。まあ、まあ、中身ないけど、もうあれでしょ。独演会行った始まる。独演会、はい。どっかの会、どっかのね、元会長みたいな。あ、じゃあ、毎週。喋りますまだいい放送中放送中円楽さん講演会あったら行きたいってえ円楽さんの講演会があったら行きたいってすいませんあれだよ意味は講演会何を喋る分かんないこれ今までの活動の記録円楽活動に。あ、生い立ちから。そうそう、生い立ちから、生い立ちから。ここまで来た。こんな肉生で十分じゃない。